ホラハの秘密基地。皆さんどうもこんにちは、ホラハです、今日はねおまけ中華も別に出しても出さなくてもよかったんだけど、まあ私の今のねプラモの制作状況とね、まあ近況報告っていう感じですね。はい。だからね、俺はもうプラモ作る気なくなったんじゃねえかなって思われたら困っちゃうんでね、一応やってますよっていうことでね。あと、最近買った、プラモのね、製作ツール。うん。ようやくね、パーツ洗浄機と、あと山田さんの、食器乾燥機買ったんで、ね、うん、今後さらにね、製作がね、スムーズになると思うんで、ちょっとそれをね、お見せしますっていうことでね。はい、どうぞ。まあ、こんな感じでね、パーツ洗浄機を購入しまして、ね、かなり楽になりましたね。パーツを抜くこともないし、はい。あ、こんな感じでやってますね。で、ここにまあ、洗剤をちょっと足しまして、まあ、あと、ジャバジャバと。こうやって超音波洗浄。あとはこの、食器乾燥機ですね。うん、山根さんの初期乾燥機を、購入しましたね。こんな感じで箱に入れて温めるとね乾燥してくれるんですよ。まあスイッチはここですけど、うん、スイッチこれでね、うん、まあ、こんな感じで今2個ね作ってまして、これ合わせ目消してパーツ洗浄あって乾かしてる最中ですね。はい。だからこっちにはねほら、例のギャン。うん。ギャルがね、合わせ目消して、パーツ洗浄終わった状態ですね。で、今乾かし終わった感じですかね。はい。で、結局ね、全塗装するんで、はい。筆塗りでね、まあ、お楽しみにっていうことでね。はい。ってな感じでね、まあ、作ってますんでね。はい。お楽しみに。来週あたりパンポンポンポンとね、塗装済みのね、動画出せるんじゃないかな。うん。はい。あと、ナビゴルもね、作ってますんでね。うん、合わせ目ちょっと消してたんだけど。うん。まあ、ちょっと、急切っただから、合わせ目超悪いよね、これ。ちょっと、面倒くせえけど、まあ、消してますから、こうやってね。うん。まあ、全部消してねえけど、まあ、ちばちばやるよ。うん。ほんと、最近、な、プラモなんか作ってる場合じゃねえだろうぐらいの感じになっちゃってさ、モチベーション上がんなくてね。まあでも俺はね、皆さんの期待を裏切るつもりないんでね。はい。ということでね、ご期待ください。今、アビーゴールと、アレキサンドリアと、ギャン、作ってますね。はい。そんな感じです。はい。